EMTG ミュージックをご覧の皆さん、こんにちは。ファンキー加藤です。3月21日に、ファンキー加藤サードアルバム今日の歌発売いたします。ありがとうございます。今日の歌というアルバムなんですけども、皆さんの日々ね、こう過ごしている日常の主題歌であったり BGM になってほしいなという願いを込めて、作らせていただきました。きっと、皆さん自身の今日の歌がこのアルバムにはあるんじゃないかなと、そういうふうに思っておりますので、ぜひともチェックしてみてください。よろしくお願いします。そして今後の予定なんですけども、そのアルバムがリリースされた後からですね、全日本フリーライブツアー超原点回帰と銘打ちまして、全国の例えばショッピングモールとかですね、でインスタライブ、やらせていただこうかなというふうに思っております。そして4月14日には東北楽天、ゴールデンイーグルス頑張ろう東北シリーズにて歌わせていただきます。そして6月23日、24日には鈴木みのるデビュー30周年野外フェスティバル大海賊祭、とか、そして10月からは、全国ホールツアーだったりとかですね、正直僕自身も把握しきれてない部分がたくさんあるので、ぜひともね、オフィシャルホームページなどチェックしていただけると嬉しく思います。よろしくお願いします。そして EMTG、 これ前検索ワードなんですけど、ちょうど先ほどですね、検索していたのがアディダスジャージ上下というのを、検索してましたね。もう僕ずっと最近プライベートでジャージ上下でこう、日々動くことが多くてですね、ちょっとマネージャーの太田さんからはすごい注意されてるんですけども、加藤さん、昨日お疲れ様でしたって帰って行ったのと、今日おはようございますって来た格好全く一緒ですよっつって、そりゃそうなんですよ。僕そのまま上がってそのままベッドで寝てそのまま出ていきますから、ちょっとまたね、新しいジャージ上下をちょっと変えたらいいかなっていうふうに思って検索しました。皆さんもぜひいろいろ検索してみてください。以上、ファンキー加藤でした。バイバイ。